こんにちは、お手紙ヤギでーす。今日は私が編み物をしてきた中で役に立った編み物関係の本を、技法解説系に絞って5冊ご紹介したいと思います。最近では YouTube などの媒体で、編み物の技法などを無料で、しかも目で見てわかりやすく気軽に学ぶことができるんですけれども、本には本の良さがあって、私は今でも結構わからないところがあると、本を開いて確認する機会が多かったりするので、その中でも、私が持っている編み物の本の中でも、よく使っている本を5冊ピックアップしてご紹介しようと思います。もし購入を迷っている本があったら参考になると思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めましょう。まず一冊目はこちら、ご存知の方も多いと思うんですけれども、グラフィック社さんから出されている棒針編み大全というすごく分厚い本です。こんな風に。で、価格が5000円近くするので、買おうかなって、どうしようかなって迷われてる方も多いんじゃないかなって思うんですけど、タイトルの通り、この本は、棒針編みについての技法の解説から、オリジナルデザインをしたいと思った時に必要な知識とか、あと、ニットウェアのお手入れなんかについても書かれていて、もう棒針編みに関する、あらゆる知識を網羅されている本になっています。どんなことが載っているかっていうと、目次ぐらいはお見せしても大丈夫だと思うので、目次から、ご紹介していこうと思うんですけれども、まずは糸や道具についての解説から始まって、基本のテクニックの解説や、交差編みとか模様編みとかレース編みについての解説。それから、和編みの仕方とか、いろんな方向に編む。バイアス編みとかの解説とか、まあ、そういった応用的なテクニックの解説もあって、あと、棒針編みの用語の解説もあって、あとは編み間違いをした時の修正の方法とか、仕上げの作業なんかについても解説されています。あとは自分でオリジナルをデザインしたいなって思った時に、製図、デザインに必要な知識についてアイテム別に解説されていたりもします。あとは最後の方にニットウェアのお手入れっていうのも解説されていて、これは個人的には、特にこれから英文パターンをやりたいなって思っている人にとってはすごく役立つ本だと思います。ちなみに私は、今年の3月だったかなに、初めて自分でデザインしたミトンのパターンをラベリーから出したんですけれども、それを作るときにすごく役に立った本なんですね。主に、主に英文パターンの用語の検索をするのと、あと、ミトンのデザインの一般的な大人用
子供用から大人用の一般的なサイズの寸法の参考とかも載っていたりして、そこら辺がすごく役に立ちました。なのでこれ高いなりのすごい役立つ情報がいっぱい載っているので、迷っている方はぜひおすすめしたい一冊です。ちなみに私がデザインしたひなとみとん、宣伝みたいになっちゃいますけど、ラベリーで日本語パターンと英文パターンの2種類販売しているので、よかったら見てみてください。では次2冊目はこちら、アラン模様110、防具社さんから出されている本で、これはいろんなアラン模様110種類が、サンプルの、編み地のサンプルの写真と、チャートで載っている本で、模様の図解だけじゃなくて、最後の方に、この本に載っている模様を使った、いろんなアイテムの編み図も少し載っていて、結構お得感のある本ですね。これはですね、私が、数十年ぶり、十数年ぶりに、編み物熱が再燃したきっかけになった本で、これ、いつだったかな ?2019年か2020年頃だったと思うんですけど、この本の模様を全部編んでみようよっていうカルがね、ツイッターで開催されてたんですよ。で、私それに参加して、この本の模様110種類を全部編んだんですね。そのカルでアラン模様をめちゃくちゃ編んだので、なんか最終的には、編み地を見ただけで、だいたいこういう編み方っていうのが、なんか、頭の中で想像できるぐらいには、スキルを上げられたなって思っていて、なので、アラン模様にチャレンジしたいって思ってる方には、すごく役に立つ本だと思います。ちなみに編んだやつは、こんな感じで、なんか、どういうカルだったかな。1週間で2種類か3種類ぐらいの模様を編んでくっていうカルだったんですけど、まあ、こんな風に私は、スワッチの状態でどんどん編んでいったんですね。で、最終的に、まあ、それをどんどんつなげて、こんな風にクッションカバーにしたり、あとは、湯たんぽカバーにしたりね、完成品にしていったんですけれども、すごいいい経験になったなと思った一冊です。模様集っていろいろあると思うんですけど、これはアラン模様の模様の由来とか書かれていて、それも面白いし、あとね、ケーブル模様とか、アラン模様の代表的な模様と、あと、ボップルとか、透かし編みも模様の一部に含まれているのもあったりして、すごく勉強になるし、そこまで難易度が高い模様、って感じではなくて、結構、アラン模様の基本的な模様の編み方ができるようになるっていう感じですね。ぜひ気になる方は検討してみてください。3冊目がこちら。これは、日本防具社さんの編み物の簡単なサイズ調整と製図と割り出しの基礎っていう本ですね。この本はどういうことに役立つかっていうと、例えば、
書籍で編みたいパターンがあるんだけど、自分にちょうどいいサイズのパターンがないっていう時に、それを自分サイズで着られる、調整ができるのに役立つ本っていう感じですね。この本、どんなことが書かれているかっていうと、4つのセクションに分かれていて、まず最初に、どういう方法でサイズ調整ができるかっていうのを、いくつかのやり方を紹介しています。そして、次のセクションでは、実際自分の体の寸法を測って、製図に落とし込むっていう、その製図のやり方が解説されていて、次のセクションとその次のセクションでは、自分の体の寸法で取ったボディの原型をもとに、細かいところの、製図の割り出しなんかを、棒針編みとかぎ針編みそれぞれで解説している感じになっています。で、私は、実際この本を見ながら、自分のボディの原型を取って、セーターを編んでみたんですけど、それが、こんな感じでね、セーターを。基本のセーターっていうか、自分の体のサイズに、ジャストフィットしたセーターを、この本をもとに編むことができました。これもすごい着古して 毛玉だらけなんですけど、自分のね、アーム、この、身幅とか、首回りとか、アームホールとか、腕の長さとか、全部細かく測って、ボディの原型を作って、そっから、編み地の、腕のカーブとかを作っているので、本当にぴったりサイズのセーターが編めるんですよ。なんで、めちゃめちゃ着心地が良くて、結構これ冬の間大活躍してました。でね、最近結構オーバーサイズのセーターが流行ってたりもすると思うんですけど、私が思ったのは、まず自分にぴったりなサイズのセーターを作ることができたら、そこからどんどん、腕はもうちょっと太い方がいいとか、丈は短い方がいいとか、そういう調整もしやすくなってくると思うんですよ。なので、この本を使って、自分の体型にぴったりのセーターをまず作ってみるっていうのは、すごいおすすめですね。はい。で、4冊目はこちら。これは、グラフィック社さんから出ている、手編み靴下研究所という本になっています。この本はどういうことが書かれているかというと、主に、靴下のパーツのバリエーションの紹介と編み方が、写真解説付きで載っています。ヒールのバリエーションは、1、2、3、4、5。6種類のヒールと、つま先も6種類解説されていて、この本を見れば、その6種類のかかとと6種類のつま先を自由に組み合わせて、自分のオリジナルの靴下が編めるようになりますよっていう感じの本になっています。で、そのパーツの編み方だけじゃなくて、この本は、後半に、いろんな組み合わせで作られた靴下のパターンも載っています。このパターンも結構可愛いものが多くて、いい感じです。で、私はこの靴下のヒールと、つま先がどんなものがあるのか知りたくて、この本に載っている、かかととつま先全部編んでみたり、こんな感じで、かかとだけの
テスト編みをいっぱいやってみたりしました。これ、なんかサンプル編んでみて、実際履いてみて、なんか見た目的にどれが好きとか、履いてみて、どれが履き心地いいかっていうのを試せるので、すごいいいなって思いました。靴下編むの好きな人いっぱいいると思うので、それで靴下の本もね、解説書っていっぱい出てると思うんですけど、私のおすすめはこちらですね。で、最後に紹介したいのが、こちら。これは日本防具社さんから出ているというか出ていた編み方仕上げ方図鑑という本ですね。これめちゃめちゃ古い本で昭和58年11月の発行なので、もう今は入手困難ですね。なんですけど、この本はすごい思い入れがあるというか、私が編み物に出会って一番最初に触れた本なんですよね。多分おばあちゃんの蔵書なのかなって思ってるんですけど、実家から持ってきた本なんですよね。これはこの表紙に書かれている通り、棒針編みとかぎ針編みとアフガン編み、3種類の編み方の、なんだろう、これさえ知っていれば大丈夫っていう大事な技法をギュッと集めた感じの本で、こんなちっちゃいんですけど、こんな風にね、すごいイラストも見やすくて、このサイズ感も私にはすごくちょうど良くて、あ、これなんだっけっていう感じの、ちょっと忘れたから調べたいっていう時に、絶対これをまず出すんですよ。めちゃめちゃいい本なんですけど、なんかね、もう古いので、今買うことはできないんですよね。で、なんか、防具社さんから、これの原稿版みたいなのってないのかなって思って調べたら、多分、これかなって思ったのが、手編みのテクニックブック、棒針編、かぎ針編、アフガン編っていう A4 版の本が今は出てるみたいで、多分これが一番近いやつなのかなって思ったんですけど、私的にはね、このサイズ感がすごいいいなって思っていて、なんか最近防具社さんって昔の本の復刻版を出したりしてますよね。なので、防具社さんにこれを復刻してはいかがでしょうかって個人的には思っています。まあこれ古い本なので、なんだろう、最近の流行りというか最近の編み方のスタンダードになりつつあるトップダウンとかを編もうと思うと、この本ではちょっと足りないかなって思う部分があるんですけど、でも、なんだろうな。まあ、表目とか裏目とかね、そういう技法って、今も昔も変わらないじゃないですか。あと、その編み込みとか、とじはぎとかもね、と思うし、そう、オリジナルでデザインしたいなって思った時の必要な知識も、こんな小さい本にギュッて詰め込まれていて、すごい役に立つんですよね。多分、皆さんもそういうなんかバイブル的な本ってお持ちなんじゃないかなって思うんですけど、なんかそういう私はこれを長年愛用してますみたいな本があったら、ぜひコメント欄で教えてほしいです。
ということで、今回の動画は編み物関係の書籍の中で技法と模様集に絞って自分が愛用している本を5冊ご紹介しました。これからもこういった感じで皆さんにシェアしたい情報をお届けしていこうと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画が役に立ったなって思われたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。あとコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。動画解説なども豊富に。動画解説。最近は動画解説など。